暑い。汗でシャツがベタベタ。そんなの関係ねえ。ウェーイ！ウェーイ！揺れてるよ。それとっても暑い日にウェー汗をかいてウェーシャツがベタベタ、匂いもとっても気になるよ。でもそんなの関係ねえ。でもそんなの関係ねえ。でもそんなの関係ねえ。はい、ハミングファイブ。あ、チントンシャンテントン、チントンシャンテントン。新しくなったハミングファインは24時間防臭に加えて汗の吸水スピード2倍に。瞬時に汗を吸って表面サラッサラ、衣服の匂い、ベタつきを防ぎます。これが瞬間秒ドライ。ウェー、ほら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 、誘惑してるよ。70歳になりました。でもそんなの関係ねえ。汗をかいても服の匂いベタつき関係ねえ。新ハミングファイン誕生。日本の夏を汗ストレスゼロへ。汗かいても関係ねえ。お疲れ様でした。すいません、西本さん、立ち位置がちょっと。立ち位置？はい、ここに立っていただいて、あ、やべ、立ち位置間違えた。あ、どうしよう。あ、下手こいた。感じで。うまいね君ね。お、一緒にやってみる。やってみる。俺と。うん。ウェーイ！ウェーイ！ ウェーイ！ それ！ あ、それ！ あ、それ！ それ！ それ！ 汗かいてもシャツがサラサラだ。汗かいても関係ねえ。汗かいても関係ねえ。汗かいても匂いが気にならない。汗かいても関係ねえ。汗かいても関係ねえ。はい、ハミングファイン終わり。カット、カット。しょうがないよね、あれ何回もやればね。自分がでもすごい疲れるんですけど。疲れるだろうね、あれはね。それを朝からやってたって聞いたら、すごいなと思いましたね。自分のやってることとあまりにもこうね、ギャップがあるんで、それがいいのかなと思って。70になってからさ、はい、あと現役10年やろうかなと思ってるの、だからもう何でもやってやろうと思ってさ。いや、すごい。これ俺の役かと思いながら、はい、するんだけど、でも誰かがやら従ってる人がいるんだったら、はい、それに応えてみようかなっていう、はい、シリアスの舞台やっても、はい、文学的なものをやっても、はい、何やっても、はい、もう同じ人に見せるっていうことに関して言えば、あ、これはパフォーマンスだから、はい、徹底したパフォーマーになろうと思って、はい、最近。そんなこと言ったらもういろんなところからまたオファー来ちゃうんですから。じゃあそんなの関係ねえの
ダイナソーバージョン。そんなの関係ない、うわー、そんなの関係ない、うわー、はい、オパピやれって言うやりますよ汗かいても関係ねえ